4X-3 ブレーブス現地時間5月21日、リグリーフィールド、シカゴカブスが延長戦の末、サヨナラ勝利。鈴木誠也外野手、29、は2番、右翼手でフル出場するもノーヒットに終わった。カブスは2点を失った。直後の2回裏、1四満塁から1番、マイク・トークマンの敵地打で1点差とし、続く鈴木は空振り三振を喫すも、3番コディ・ベリンジャーの打席で、捕手がパスボール。この間に三塁走者が生還し、同点に追いついた。再び1点を追う展開で迎えた6回裏、相手のエラーから1-1、3塁のチャンスを作ると、トークマンがこの試合2目の敵地打を放ち、再び試合を振り出しに。なおも1-1、2塁という状況で鈴木を迎えたが、センター前方への中飛に倒れ、この回同点となり、その後は両チーム得点なく、試合は延長タイブレークへ突入した。そして同点で迎えた10回裏、1-1、3塁から2個、コーナーの叩きつけた打球が内野安打となり、カブスがサヨナラ勝利。10回表を無失点に抑えた、リリーフ左腕のルーク・リトルが、キャリア初勝利を手にした。この試合の鈴木は5打数無安打、2三振という内容で得点圏では3度凡退。直近3試合で安打が出ず、今季成績は打率253、オプス753に低下。負傷者リストから復帰して、以降は9試合で打率167、オプス522と不調に苦しんでいる。